ポレポレ岩きは福島県岩き市平にあるシネマコンプレックス JR 岩き駅前の世界観ビル内に所在する7スクリーン合計674席旧名称は平テアトル同社にてイオンモール岩き小名浜のシネコン会場に際し2018年5月をもって7スクリーンの営業を終了新たに2巻の単館系シネマとして リニューアルオープンした。2010年から2018年まで5階建ての世界観ビル内の1階にチケットフードドリンク売り場、カフェブースがあり、地下2階4階5階に7スクリーンがあった。昭和6年に平の名物男と言われた鈴木寅次郎により創設された。当時の館名は優勢座ほどなく大英系映画館、世界観となる。 1969年8月、現在地に世界間ビルが建てられ、平大英、アポロザ、平東方の三艦体制で会場。その後、樹楽館、平名画座を増設し五艦体制に。その後、工業会社の天体室で経営者の変更がある中、2008年に建物のオーナーがスクリーン名を平テアトルに統一し、営業を継続してきた。その後、 2010年7月10日に名称をポレポレ岩木に変更し、7艦体制となり、日本で一番小さなシネコンとして、リニューアルオープンとなった。ポレポレとは、スワヒリ語で、ゆっくり、のんびりという意味を持つ。約4 1 0の応募の中から選ばれた。なお、ポレポレ東中野とは、配給先としてのつながりもある。2011年3月11日の、 東日本大震災後、3月29日には4巻のみで早々営業を再開。これは無人化したい脇の町を再生させるため、地元自治体などからの要請を受けたからで、地震で倒壊した A 社機を社員で修理して営業再開した逸話もある。また急な再開にもかかわらず、当日にお客さんが20名ほど来館したことに、 地域の映画館の役割を再認識したそうだ。イオンモール岩木小名浜の新設により、ポレポレシネマズ岩木小名浜と名前を変えて、テナントとして6月15日より移転することが決定、2018年6月開場した。なお、従来の岩木駅前では5月26日から、スクリーンを縮小し、2つのスクリーンで、短観、ミニシアター系の映画を上映している。 2018年6月より、町、ポレイワキとして2んで営業中。主に、ミニシアター系ラインナップとなる。港町キネマ通り、ポレポレイワキ、4モールイワキ小名浜ホームページ http コロンスラッシュスラッシュ iwakionahama-eonmal.com。ありがとうございます。